ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリア SO-03C ドコモスマートフォンエクスペリアレー o、SO、-03C あとのドコモウィズシリーズエクスペリアレー o、SO、-03C はソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズ製の NTT ドコモ向けスマートフォンドコモの第3世代同通信システム端末である OS は Google の Android OS 2.3 Gingerbread。ドコモスマートフォンの一つとして発売され、2011年冬、モデル発表以降は、ドコモウィズシリーズに分類されている。エクスペリアシリーズの中でコンパクトで、スリムなボディが特徴。幅が広いのが、一般のスマートフォンの中で、厚さ 9.4mm 幅が 53mm と、人間工学的に、 手にフィットするサイズを実現している。液晶、カメラ、CPU 等エクスペリアアークと同等の機能を有している。小型化した主目的は6対4で男性が主流となっているエクスペリアシリーズとして開拓しきれていない女性のニーズを引き出すことであり、神戸コレクションとのコラボレーションしたリアカバーなども用意されている。エクスペリアシリーズとしては 初となる内側カメラを搭載しており、自分撮りやビデオチャットなどにも対応している。本体サイドに超高アルミ合金を採用し、強度を保っている。ディスプレイは化学強化ガラスを使い、リアリティディスプレイを採用しており、フルタッチパネルを搭載している。さらに G センサー、デジタルコンパス、接近センサー、直感的な操作を行うことができる。 画面下部のホームボタン周囲にはクレッセントラインが配されており着信や充電時などにクレッセント周辺が光る通信速度は下り 14Mbps 上り 5.7Mbps の通信が可能なほか、Wi-Fi でも IEE802.11bit GN が対応し最大 150Mbps の超高速通信も利用可能となる テザリングが利用できる。専用の電池パック SO-06 は海外の BA700 にドコモ型番のシールを貼り付けたものである。SO-05D でも同じ電池パックが採用されることになったため流用が可能である。AC アダプタは付属される AC アダプタケーブル SO-03 を標準使用する形になっているが2011年冬。 モデル発売以降に販売開始された AC アダプタ03の2011年12月より利用可能オプションとして総合カタログに掲載され公式に利用可能となったワンセグは受信できないが FM ラジオは受信できトラキッド連動し放送中の楽曲情報を入手することができるそしてその検索結果から下記のモーラタッチで楽曲のダウンロードをしたり YouTube 上の動画にアクセスできる。また音声認識は FM ラジオに限らず端末が認識できる外部の音声も認識が可能となっている。タイムスケープが標準で搭載されている。アドレス帳に写真を登録しておけばその写真がパネルに表示される。また本端末ではタイムスケープウィジェットでもタイムラインをスクロールすることができる。文字入力においては ピオボックスタッチ4.3が搭載されている。また、本機種からは、女性を意識して、奇世界キーボードスキンが充実しされ、様々なファンシーなキーボードをダウンロードし、利用することができる。入力方式は、フリック入力やクティ入力、50音キーボードのほか音声入力も対応した。パソコン上で、音楽、動画、写真を、 編集管理するアプリケーションである。メディア GO と Xperia のメディアスケープを USB ケーブル等を使って同期することができる。メディア GO では CD などからの音楽の取り込みだけでなく iTunes や Windows メディアプレイヤーや X アプリの音楽ファイルを取り込むことも可能である。なお、Xperia シリーズでは SIM ロックの外すことができる端末としては唯一。 WCDMA 利用時の 1900MHz 帯に対応している。なお、海外版例では、Android 4.0のバージョンアップが行われた。国内版である、本機種の Android 4.0のバージョンアップが検討されていたが、それに伴いメモリ不足の可能性があるため、却下された。2011年に発売したエクスペリアシリーズと、 富士通製の F-12C も同様の理由で却下に至っている。その結果、2010年当春モデルと2011年夏秋、モデルで Android 4.0バージョンアップされたのは Galaxy S2SC-02C のみとなった。カメラ機能も x p e r i a c r o と同様810万画素カメラとソニーのメ面、照射技術を使い、 携帯電話用に開発された XMAR-R4 モービレが搭載されており、従来の表面照射型に比べ大幅に高感度、低ノイズを実現しており、それに加え F2.4 の開放値の明るいカメラレンズで、周光性を高め、フラッシュを使わなくても、暗部での撮影が可能となっている。その他のカメラ機能として、顔認識エンジン、画面内の被写体に、 自動でフォーカスを合わせるコンティニュアスオートフォーカスも搭載されている。また逆光や夜景といったシーンに応じて露出やホワイトバランスを自動で調節するシーン別撮影機能なども利用できる。ソニーがウォークマンなどにも提供している国内最大の音楽配信サイトであるモーラの楽曲をスマートフォンで購入ダウンロードできる。 モーラタッチが引き続き搭載されている。本端末では SP モードのコンテンツ決済に対応しているため、楽曲の購入代金は携帯電話の通話量などと合わせて生産することもできる。上記の音声認識サービス、トラキットと連携しており、上述の FM ラジオから流れている曲を検索して購入することも可能となる。 ミュージックプレイヤー再生中にインフィニットボタンを押すと、再生中のアーティストのウィキペディア情報や Google での歌詞情報、YouTube でのアーティストビデオ情報などを自動的に検索する。着信音設定ボタンにタッチするだけで、再生中の楽曲を手軽に着信音に設定できる。ソニーミュージックアプリが新たに搭載されている。ミュージックプレイヤーは、 ソニーのウォークマンの技術が継承されており、10種類の中から最適な音質を選べるイコライザ設定などが搭載されている。取り込んだ音楽を着信音にすることが可能なほか、DLNA やスラウドにも対応している。ブラウザではフラッシュプレイヤー10.3、JavaScript、HTML5 がアドオンされており、パソコンとほぼ同等の動きのあるサイトの閲覧が、 可能となっている。メールにおいては、Gmail や Pop、imap のメールがサポートされているほか、imode メールと同じ at.docomo.ne.jp のプッシュ型のキャリアメールが利用できるように、sp モードアプリがプリインストールされている。gmail においては、複数アカウントで、プッシュメールが利用できる。また音声入力メールが対応している。それに加え sp モードでは、 マイ、ドコモの ID 発行や、携帯データを預かりサービスのような電話上のバックアップを利用することができる。緊急地震速報に対応している。アンドロイドマーケット及び D マーケットのほかソニー・エリクソンが用意する、プレイナウやアップナビから30万を超えるアプリケーションからのダウンロードが可能。また、アンドロイド2.2以降の特徴である。 SD カードへのアプリケーションも可能となっている。日本円に対応したアプリケーションでは、携帯電話料金課金に対応している。またアプリケーションの削除は、今までの機種では、設定画面から削除をしていたが、アプリトレイから、ダイレクトに、アプリのアンインストールが可能になり、アプリの管理が便利になった。以下の言語の入力、および表示が可能となっている。 対応プロファイル HFP、HSP、OPP、A2DP、AVRCP、PUBAP、SPPHATAB ドコモからのお知らせ、3機種追加のお知らせ、ドコモウィズシリーズ、ドコモネクストシリーズの Android A4.0 のバージョンアップについてお知らせ NTT ドコモ F-08、D、P-05D、SC-05D は8月以降4.02。 ドコモ、F、F-12 シート、エクスペリアシリーズ4機種のアンドロイド。4.0バージョンアップを、ミオクリティメディア、d モバイル受信時、14Mbps、送信時、5.7Mbps ハット、ドコモウィズシリーズ、ドコモネクストシリーズ、ドコモタブレットのアンドロイド4.0への、バージョンアップについて NTT ドコモ2012年3月26日、発表。 ありがとうございます。